どうもです。まとめなナンディーです。今日は桃の節句のおひなさまだよ。おだいりさあまとおひなさま。今日もツッコミ一句ね。前々からオイルショックレベルでトイレットペーパーがなくなることがあるけど一体、安売りを勘違い。お茶以上の殺菌力のある方法紹介すればいいものを。なんかこれこそ敗退した世界の漫画のシーンって感じ。それこそ無観客試合にしろと言いたくなるなるケンマルッキー謎。シーナリンゴさんな限らなくない？イベントしたところ全部に該当するし。最近ほんとそういうホラー系のはみないなぁ。気が向いた時の腰つべがあるけど、ゆっくりボイスでサムネ同じようなキャラばかりで怖くないし、体に密着させるだけで火傷するドライアイスを。中井さんの話より、同じ日に腰つべ100万登録を行った芸人さんの話を伏せずに聞きたい。100万動画でさえ伏せてたし。今日のツッコミはどうだったかな？高評価、チャンネル登録やニコニ広告よろしくね。チャンネル登録、ニコニ広告。